こんにちは。睡眠専門医の渥美です。今日の動画は不眠症の動画です。不眠症を解消するためにタイムリミットを設定してください。不眠症を解消するためにタイムリミットを設定してくださいっていうお話です。何のタイムリミットだと思いますか？実はこれ、起きる時間のタイムリミットを設定してくださいというお話なんです。僕たちが不眠症に陥ってしまうと、毎晩ね、何時になったら眠れるのかっていうのがもう分からなくなるんですよね。今日は10時やったら、明日は12時かもしれない、2時まで眠れないかもしれないみたいにね、自分が何時に眠れるのかが分からなくなってしまいます。そうすると一部の方では、自分が何時に眠れるのかが分からないということに引っ張れる形で、自分が何時に起きるのかっていうことも決めれなくなってしまうっていう方が出てきたりします。特に、お仕事とかをリタイアされて、特別朝に予定がなくなってしまった方とか、再働いてらっしゃったりする方でも、お休みの日にちょっと寝だめをしようみたいに思って遅寝してしまうみたいなパターンになってらっしゃる方でよくある話です。で、それをするとね、良くないことがあるんですけど、そのことを理解しておいていただくために知っておいた方がいいのが、実は僕たちがそのある日の夜、何時に眠れるか、何時に眠たくなるかというのは、朝の段階で決まってるんだっていうことを知っておいていただくと役に立つんです。僕たちが眠くなるのは、もう朝起きて、その次にあったことによって、ほぼほぼ決まってしまいます。朝起きて、僕たちが太陽の光を浴びると、太陽の光を浴びた16時間後に、僕たちの眠気というのがやってくるっていうのが基本なんです。例えば朝の6時に目を覚ましてすぐに太陽の光を浴びると、その16時間後、つまり22時、午後10時に眠気が始まるようになっているんですね。要は朝起きる時間を決められれば、その日に夜何時になったら眠気が来やすくなることということも決めれるんですけれども、朝起きる時間を決められないと、最初に光を浴びる時間も決められないので、その後いつ眠気がやってくるかも決められなくなってしまうということになるわけですね。不眠症の患者さんでまず最初にやってくるのは、夜何時になったら眠れるのかがわからないっていうことでした。で、さらにそれを何時に起きて光を浴びるかっていうことを決定できなくなってしまうと、さらにそこが決めれないことによって、夜何時に眠れたくなるかっていうことも決められなくなってしまうわけですよね。そうしてぐる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 と、何時になったら眠れるのかがわからない、何時に起きるのかも決められない、それでまた何時に眠れるのかがわからないっていう悪循環を繰り返していきます。僕たちが不眠症になった時に、最終的に究極的には何時に眠れるのかということは自由自在には決められません。ただし、何時に起きるのか、せめて何時までに起きるタイムリミットを設定するのかっていうことは、少し頑張ると決めることができます。起きる時間のタイムリミットというのを決めてあげることで、その日一日のスタートを決めてあげることができて、太陽の光を浴びる時間を決めてあげることができて、そこから16時間後に寝やすい状態が来るということも決めてあげやすくなるわけですよね。なので不眠症の方にとって、少しね、朝の時間を決めるということは難しく感じる面もあるかもしれませんけれども、夜寝る時間を決めることよりははるかに簡単にできますので、何時に起きるか、せめて何時までっていうタイムリミットまでに起きるかというのは決めておかれるといいですよっていうお話でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。